けで動き出したらめっちゃ降りました。それまで降らないけど。俺逆。降るんですか。雨男だ。超雨男じゃん。この間も本当に一日、最近はね、梅雨明けして、まあ、晴れが続くさ。はいはいはい。で、まあ、なんか撮影でちょっとインタビューする時があって、はい、このインタビューする時だけもう、ま、この時間しかできなくて、スケジュール的にね。なのに。うん。ちょっとびっくりした。なのにめっちゃ降る。9人の人が見てる。こうでいいのか。よいしょ。姿勢が悪いな、やっぱり。姿勢気をつけよう。背筋伸ばして喋ろう。まあ早く始めたらいいけど、特に喋ってないけど。そうだね、全然喋ってないけどね。そうだ ね事前に始めてもよかったね。だからよ。申し訳ないね、その先に先に見てた方 ね申し訳ないですね。早く始めたりが面白いこと一つも言ってないっていうね、という状況ですけれども、気分で、はい、ほら、いつもの村上工業に、ね、ムーラ、いや、うん、10秒前です、うん、10秒前。僕、小学校1年生の息子がいるんですけど、はい、まあまだ全然幼いですよ、うん、だけどちょっと最近になって少し大丈夫かなって思うところがあって、はい、っていうのは、まあ、僕のうち、まあ、隣におじいちゃんおばあちゃん住んでるんですけど、もう何かのたんびにそのすぐおじいちゃんおばあちゃんのこと行くんですよ、はい、行ってきますって言って、行って何してるのかなと思ったら、まあ、そのおじいちゃん、まあ、あのパソコン持ってるんですけど、うん、そのパソコンをね自分で開いて、はい、YouTube 見てるんですよ、ずっと。なるほどね。で結構もうね、はいはい、ってでもうなかなか帰ってこないなと思ったら、ずっとパソコンの前でこう YouTube 見てなんか笑ってるんですね、はい、で何見てんのかなと思って、うん、この1ヶ月ぐらいですね、何を見てるんだろうと思って、その息子が見てる画面見たら、全部バカ殿見てました。これ大丈夫かな。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ始まりました、ギノガルフ。はい、息子は正しいです。正しいですか。大丈夫ですか。大丈夫です、うん、やっぱりね、小さい子の笑いはドリフ系から入ってた方がいいと思う。なるほど、ね、なるほど。やっぱりちょっとほら、大人になるにつれて、うん、車に構えたものとか、ちょっと皮肉ったものとか、うんうん、いろんなものになっていくじゃないですか。はい、もう基本なんで。そうそう、原型なんで。問題ないってことなんですね。問題ないどころか、もう大正解です。うん、大正解ですかね。はい、よかったかもしれない。小学校の時よく見てました、自分も。あ、そうなんですね。うん、ただ多分まだ意味は分かってないとは思うんですけど、はいはいはい、ただ、やっぱいろいろ考えてみて、でも息子が、例えばパソコンで検索してね、うん、バカ殿を開くってことは多分ないと思うんですよ、うん、検索して、うん、ってことはじゃあなんで今見てるかって考えたんですけど、多分おじいちゃんがバカ殿を見て、それが履歴に残ってて、そっからまたそれ開いて、でどん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 、ね、なるほど、きっかけは多分おじいちゃんなんじゃないかな。おじいちゃん、それしかちょっと考えられないんですよ、ね、毎朝のお父さんってことは。まあそうですね、うん、なるほど。いやでもいいことですよ、はい、本当に。僕も小さい頃、はい、全員集合とかまでやってたんで、はい、最初見るなとかいう話もあったんですけど、はいはいはい、ただある時親父が、うん、こうやってバカなことしてるだろ、うん、でも
人を笑わすのは本当はバカな人じゃできないんだよってやったことがあって、あ、この人たちはすごい人たちなんだって思うようになって、そっから虜になってしまいましたね。すごい、もう本当に本当に深い、で、まあおかげで、ドリフ好きになって、はい、大好きですもんね。そうですね、 DVD ボックス全部持ってますからね。そうなんですよ、すごい、はい、ドリフってグループですか、うん、あ、いい、あの、全部全部聞いてください。グループ、なんか今思って聞いたことありますよ、もちろん。ドリフって、はい、あのお笑いグループです。説明しようお願いします。ザ・ドリフターズというのはもともとはまあコミックバンドみたいな、はい、ね、感じだった。はいはいはい、はい、で最初のメンバーがちょっともう分裂して、イカリアさんのグループに加藤ちゃんが残って、はい、そこに、高木ブーさん、中本浩二的なザ・ドリフターズが出来上がったわけですね。はいはいはい、で途中からこの新井中さんが抜けて志村健さんが入ってきての形が一番長かったです。そうなんだ、志村健さんが最初入ってなかったんですよ。そうなんだ、途中でメンバーチェンジがあって。そうなんですね、志村健さんが入ってすごいね、いろんなヒット曲も、うん、そうそうそう、あの、ね、東村山温度とか、ヒゲダンスとかいろいろね、ずっと外国の、うん、あの音楽をいろいろ取り入れたものもやるようになって、うん、そうなんです。そうなんだ、はい、なんか今ふと思って、はい、聞いたことはあるけど、そういえばなんだろうっていう、分からないと、まあ、だからそのバンドとかもやってたんですけど、うん、やっぱりそのテレビとかでちょっとしたコントをやるとそっちの方が受けたりして、はいはいはい、そうそうそう、ね、だからそのままもう番組もやるようになってという。8時だよ全員集合は分かるの、まあ、このフレーズは聞いたことあるんですけ ど、ね、番組自体とかは見たことない。いや無理だ、83年までしかやってないから。生まれてないですね95年で生まれてるんだ。あの時ね、土曜の8時に生放送で舞台やってたんですよ。そう、全国各地を回って舞台をやっていたという、うん、すごっ。そう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 、でその後に加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビっていうのもやって、はい、まあドリフ、あの時間はドリフの時間っていうね、うんうん、感じでずっとやってたんですけど。すごい、はい、スイカ人間とかわかります？ああ、いいですね、スイカ人間何それ、まあ、シリーズものでね、コントのシリーズもので流行ったものが、夏になるとちょっと怖いものをやるわけですよ、はいはいはい、で志村さんがスイカを食べすぎて、はい、スイカ人間になってしまうっていうもう長編コントですよね。怖いんですよ、長編ストーリー、はいはい、あの志村さんって種ごと食べるんで、あ、うん、あ、わかりますわかります、はい、でへそからこのツタみたいなうわーって入ってきて、そのままうわーってなったら顔がスイカになってる。こうやって、そう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 、はイメージ、イメージつかんでしょ。めっちゃ怖いのよ話聞いただけじゃイメージつかないでしょ。この2秒ぐらいで食べるのは見たことありますけど、はい、うん、この頭がスイカになってるのよくわからん。いや、面白い。で、今でも記憶に残ってるのは、そのスイカ人間をお祓いするときに使ってたのが、スイカと相性の悪い天ぷらの、あの油の天かすっていうので、はいはい、天かすをスイカ人間に振りかけるっていう場面があって、それが子供ながらに印象的でしたね、はい、意外とやっぱ分かんないのも多かったです。フレーズごとはなんかね、何かあの一辺ぴょんと残ってるかもしれないですけど、ね、あ、そうそうそう、大丈夫だーんとかは、でんでんでんとか大丈夫だんとかも、まあ、もうそっから生まれたとか、はいはい、なんか聞いたことあるような、うん、番組にもなりましたからね。そうですね、まあまあ、あと2時間喋れるんですけど、はい、キリがないんでまたまた、はい、またの機会にしたいと思います、はい、ではじゃあこの1週間何があったのかなのコーナーいきましょうか、うん、はい、じゃあ日田さんからいきますか。わ、はい、かりました、はい、いやこの1週間はね、うん、結構お酒飲みましたね。あら、そうですか。っていうのは、まあ、まず先週金曜日に、うん、三河健一郎さんが7月7日七夕の誕生日、はい、あー、なるほどなるほど、でその誕生日会やったんですよ、うんうん、で、まあ、僕らちょっとディレクター陣とで三河さん呼んで、で実はそのお邪魔するわよ沖縄本でね、はい、お邪魔するわよっていうのをコーナーやってるんですけど、うん、もう400回すごいね、すごいなるんですね。まあだから年間50回だとしても8年ぐらいってことですか。僕実はそのお邪魔するわよの最初の立ち上げもう1ヶ月ぐらい僕でやって、でもうすごいもう思い出深いんですけど、うん、でそのだから最初沖縄本って言ったらその久野さんと久野さん、ね、でやってて、うん、メイン MC はいろいろ変わっていってるけど、そうかそうか、お邪魔するわよだけはもう400回やっている、うん、まあ、それだけでもね変わらずということですね。変わらずやっていて、その時三河はそう大川さんがね大川さんもずっとそれでやってて、うん、で
やっぱその時に気づいたのが、僕らそのディレクターってやっぱ毎週あれって週1回あるじゃないですか、うん、はい、でディレクター陣は変わるんですよ、うん、番組をね、はい、あの担当この週はじゃあこのこいつ担当、うん、まあ、何週に一遍なんですよね、うん、まあ、各週もほとんど変わりますね、うんうん、だいたい、うん、それで変わっていくんですけど、三河さんはその400回近くやって400回行ってるんですよね、まあ、まあ、当たり前ですけど、三河さんのコーナーですからね、当たり前ですけど、うんうん、これって本当にすごいことだなと思って、うん、でいろんなディレクターさんがいて、それぞれまた味とかも違うじゃないですか、うん、そうだね、いやそれをまたね、もう三河さんいつも、嫌な顔一つせず、もともとが嫌な顔のままのキャラなんですけど、まあ、そんな顔せずにもうやってくれて、いやあれはスイッチ入れた時ですか、そうなんです、うん、普段も本当にもう、ね、優しくてね、優しい方ですもんね、うん、なので、いやこれはもう本当にすごいコーナーだなと思って、うん、改めて思って、うん、まあ、その分まだお酒も進んで、うん、まあ結構その後も二次会行って、もうみんなでベロ用意しましたね。ああ、いいですね。うん、なるほど、うん、まあ誕生祝い、したという歳ことですね。歳、歳、歳ってなんだ、歳、歳じゃなくて歳。なるほど、またこれからもずっとね、うん、500回1000回まで行きたいな、うん、なるほどね、うん、すごい。じゃあ、ゆうこ、どうでした？はい。先週の水曜日と金曜日に、うん、高校に行って、進路劇というものをやってきまして。あ、なんか行くって言ってましたね。そうですね。南部農林高校と浦添商業高校に行ったんですけど、うん、まあ、就職希望の子向けの、まあ、面接というか、うん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 、ちょっとした劇にして見せたんですけど、まあ、4年ぶりにね、制服を着まして。見た。ツイッターで見たけど、うん、そう、見た。俺も写真で見た。うん、大丈夫でした？遠目からしか見てなかったから、その写真が遠目から。いや、俺、アップで見たけど、本当全然良かった。よかった、うん、そう、それね、4年ぶりだったんで、うん、まあ、ちょっとね、緊張と恥ずかしさもあったんですよ。で、この南部農林でも、浦小でも、自分がこの最初は制服を着てなくて、うん、この舞台のスタートが、うん。途中の面接のシーンで制服に着替えて出たんですけど、うんうんうん、出た時に、やっぱ女性とかみんな、うん、かわいいみたいな、なんかかわいいみたいな、ちょっと言ってくれて、うん、よしと思ってたんですよ、うんうん、やったぞと、うん、そしてね、ツイッターにあげました、うん、そしたら、うん、はい、後輩、うん、ファンの方、うん、他のアイドルグループのマネージャーさんとか、うん、まあ、その他もろもろ何名かが、うん、みんな、コスプレですかわらみたいな返事をしてきまして、はいはい、なんじゃこれはと4年ぶりって書いてるからコスプレじゃないですか。いや、わかんない、うん。4年ぶりのコスプレは、まあ、そうかもしれないですね。で、書いてるのにみんな一時間とコスプレですか、うん、って言ってきて、なんか、別にいいじゃないかっていうね、ちょっと。いや、でも、ほんと似合ってましたよ。ね、似合ってますよ、本当に。だから良かったです。なんか、うん、結構来たら、うん、マネージャーさんも一緒に行ったんですけど、うん、おいいね、高校生じゃないみたいな、うん、あ、全然似合うじゃん、キレてるじゃんみたいな感じで言われて、うん、あ、よかったと思って、うん、で高校生からやっぱ実際にね、あ、可愛いって言ってもらえたのが嬉しかったですね、うん、なんか、よかったと思います。そう、いつも私かっこいいって言われた方が好きなんですよ、うん、かわいいよりもかっこいいって言われた方が好きなんですけど、うん、まあ、かわいいも悪くないなって思いました。あのね、高校生からそのまた20代前半ぐらいってちょっと例えばメイクも覚えていくじゃないですか、はいはいはい、そこは可愛く綺麗になっていく段階なんで、はい、そりゃもう可愛いし綺麗ですよ、嬉しかったですね、うん、ただ南部農林でも浦小でも、うん、終わった後に何名かが、うん、何歳ですかって聞いてきたから、うんうん、え、どういう意味みたいなで、あ、21代をしたら、あーみたいな、え、どういう意味だでしょ、ね、まあ、なんか、ね、学生からしたらそうなのかな、まあ、そうなのかな、当時高校生からしたらやっぱ大学生もね、高校生自分からしたらもう大学生もすごいお兄さんお姉さんですから、まあそうですね、うん、制服は自前のってこと？いや、借りましたね、友達から。自分はもう持ってなかったので、はいはいはい、このお下がりであげちゃったのでなくて、友達から その高校のじゃなくてってことですか？そうですね、はい、別の高校の来ました。なるほど。いや、制服とかだってね、俺たち卒業してから一回も着たことないですからね。いや、ないないない。コントとかでないの？あ、あるかな。あるかもな。芸人さんはね、コントとかではあるかもしれない。来ますもんね。あったかもしれないな。今年同窓会があって、それに着ようっつってる人がいたんだけど、やめたらって言いましたけど。いや、女子ですけど。あー、なるほどね。女子というか、女性というか。うん、まあまあね。
来て大丈夫な人とそうじゃないあの年齢が分かれる時期なので、そうですね、確かに、はい、で土曜日にまたショールームの公開生放送がありまして、で今日も写真部部長さん来てるんですけど、はい、始まる前に、ね、いい写真を見せてくれたんですよ。あ、どうしたの、ありますかね、あの今うっかりしてますよ放送中に、いやいやいや、早い早い、開けました、はい、準備してた、メンバーのココナが、うん、持ってた画用紙を下に落としちゃったんですよ、うん、はい、でそれを取ろうとしたら、うんうん、前にあったテーブルに思いっきり、うん、あの額をぶつけるっていう、わ、コントじゃないですかそうで、これがココナですね、ココナが今写真見せてくれてるんですけど、ショールーム見てる方には見えてないんですよ、おおお、あのカメラが上に向いてたので、あ、なるほどね、でその瞬間を部長が撮っててくれて、うん、あ、じゃあこれ部長ナイスプレーなんですよ、そう、ナイスプレーです、ナイスですねなるほどなるほどっていうね、やっぱドジなココナっていう、はあ、え、待って、これタブレットなのにキーボードもついてんの、あ、本当部長はね、写真部部長の、さすが部長だね、あ、取り外しできるんだ、なるほど、これじゃ今ギャラリーで展開されてますけども、これ便利、あ、なるほどね、いいですね、ありがとうございますありがとうございましたっていう感じでした、あ、うん、ね、ココナコントも見られたわけですね、はい、なるほど、じゃあ僕も、はい、土曜日に、はい、読谷のアリビラで僕、うん、披露宴の司会があったんですよ、はいはい、うん、でちょっとアリビラの司会久しぶりだったんですけど、うん、海側にね、うん、新しいあのその式場、教会と披露宴会場ができてて、うん、まあ海をバックに綺麗な場所なんですけれども、うん、はい、ただね、あの那覇から、うん、その読谷に向かう時って一番遠いんですよ、うん、あ、高速、確かに、確かにちょっと中途半端なんですよね、はいはいはい、遠回りだし、うん、どうやったっても58をまっすぐ行くしかないんですけど、ね、曲がってからも長いですもんね、そうなんですよ、ただその土曜のお昼、うん、はい、グスクまで渋滞、うん、はい、これを、まあ、これもいつもあることなんで、まあ予想できたんですけど、うん、それを抜けて茶炭でめっちゃ詰まったんですよ、うん、なんでこのお昼にと思ったら、うん、道路工事結構今やってるとこが多くて、はいはい、はいはいはい、3車線の1車線潰して道路工事をやってたんで、うん、そこでもまた20分ぐらい渋滞して、はい、だいぶ余裕持って出たのにギリギリでしたね、いや怖かったですよ、ギリギリセーフだったんですね、そうそうそう、よかった、いや、まあ何ですか、会僕大体1時間前ぐらいに行くんですけど、うん、そのお客さんが会場入りするぐらいのタイミングでは入れたんで、はいはい、まあ司会には支障はなく、はい、行けましたけどね、うん、ただもうすごく綺麗な会場で、うん、で元芸人さんなんですよ、はい、吉本の、で解散はしてないらしいんですけど、ね、はい、でそこに結構お帰国の僕つながりで、うん、テニス部だった、うん、だからだいぶ後輩に当たるんですけど、はいはい、そのつながりで紹介してもらって、うん、で粒マスタードさんがいらっしゃってて、おって、はい、そこもまたつながりがあったらしくて、うん、でキレキレなダンスをまた披露してくれましてすごいな、そうなんですよ、いやでちょっとね絡んでその後お話もさせてもらったんですけど、本当、うん、いい方ですね、あの方は ね、 い、 い、 ねいるともうすごい安心するよね、なんかね、ね、ホッとするっていうか、周りを幸せにするというか、幸せにするで、うん、前ほらあの絵の個展もね、うん、見に行ったんで、うん、見に行きましたけど、はいはい、だからそのダンスもキレキレだし、そういう絵の才能もあるし、うん、改めてあの素晴らしい人を幸せにする人だなと思いましたね、うん、はい、そういう時間を過ごしました。司会やってて遅刻したことはあるんですか、うん、ちなみに、あ、披露宴、遅刻はないですね、披露宴に関してはないですね、うん、あ、失敗とかそんなのもない、あのただ、RBC で生放送1回遅刻したことあります、あ、そうかそうか、それは言ってます、ね、台風で、はいはい、油断してっていうのが1回ありましたね、もう人生で1回だけですね、もう夢で何十回も、うん、あの放送に間に合わないっていう夢を見ます、分かる、もう何十回ですよ、わかります、困ったのがちょっとその夢に慣れてきてるのも怖いです。あもう何十回見てるから、これあ夢だろって思うように最近なってきました。はいはいはい、はい、怖いです。もうだから今気がついたら4時半とかになったりするんですよ。今の放送2時からなのに、はいはいはい、平日の放送が。うんうん、あこれあやばいっけ、あこれ夢だろうなって夢の中でも思ってます。もう分かってきてるですね。そうですね。はい、ではちょっとツイキャス行きましょうか。はい、はい、多くの方。てますが、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、これは、はい、こんばんは、東京はこの時間も暑いということ、東京から、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、泉さん、特急サザンさん、こんばんは、たこ焼きです、何言ってるんでしょう
水に差した穴さん、急な雷になりましたか。さっき ねちょっと向かう途中ありましたね。今は止んでそう、はい。そしてこんばんは、今昨日は雨降ってますか。先ほどまで降ってました、今はちょっと落ち着いてるのかな、はい。沖縄大好きさん、こんばんは、車椅子です。どういうことでしょう。沖縄にワンチュールさん、ごっちゃんです。三田清美です。ごっつぁんです。ホワイト西原さん、こんばんは、マルシアです。お元気でしょうか。次、一発ユーミンさん、こんばんは、島豆腐です。美味しいですね。次、ドクロのピアスさん、こんばんは、コントラもダブルドラゴンもやってた世代です。一緒です。お、はい、どういうことですか。これあのゲームです。あー、なるほどね。ファミコンですね。コントラとダブルドラゴン、いいですね。ジェットインコアジさん、こんばんは、熱血コア国尾くんです。最高です。あー、懐かしい。味噌煮込み好きさん、こんばんは、やったワンです。いいですね、ありがとうございます。はい。ドクロのピアス、ドリフではイカリア超一派です。これ本名です。あ、そうなんですね。はい、イカリア超一さん。あ、超一なんだ。ドリフターズの名前って、全部花はじめさんがつけたんですよ。で、加藤茶さんは、ずっと加藤ちゃん、加藤ちゃんって呼ばれてたので、お前もそのまま加藤茶でいいよと、で加藤茶になるほど。で、イカリア長一さんは、あの一っていうのはピタッと止まるから、芸能人としては伸びないと、スケにしてこう下に伸びるようにしろ、だから超スケにしろってことで、イカリア超スケさんになるんです。面白い。で、あのブーさんはブータンブータンって言われてたから、お前ブーでいいよと。名前って本当にね、でそれでずっと残ってね。そうそう。で、中本浩二さんは、あ、まあ、この浩二でいいんだけど、あの道路工事の工事に変えろと、で浩二にして、で志村さんだけは確かね、お父さんの名前だったかな、ケンって、あ、そうなんだ。本名志村康則さんなんですよ。へー。そうで、お父さんの名前を取って志村ケンって名乗ってたような気がしますね。本当にドリフ好きなんだね。ね、だからあと 2時間いけますよ。すごいと思ってますね。全然いけますけれどもね。はい、ということで、あ、いろいろね、皆さんドリフの思い出も語って、埼玉の NK 主演さん、森光子さんがいい味出しててね、ハトちゃん、ケンちゃん、光子さん、光子ちゃんっていうのもありましたね、ありましたね、番組でね。はい、ということで、あ、コンティニューコインも早くも、あ、ありがとうございます。はい、アウソニコさん、ありがとうございます。さあ、ということで、今日あの番組後半で、高校野球が、ね、はい、もうベスト4も出揃ったということで、応援企画をやりたいと思います、そちらもお楽しみに。では進めてまいりましょう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。あ、俺のタイミングでやった方がいいとか、いいのか、まあ、あ、まあ、ない方がいいのか、まあ、いやいや、チームあった方がいいな。うん、なるほどな。ドリフ大爆笑はわかる？もう聞いたことある感じです。ドリフの大爆笑、あ、大爆笑なんだ。ドットドリフのドレミファソーと思ってたじゃん。ドレミファソー、ドレミファソー、わかんないですよ、誰から教えてもらったこともないけど。ドットドリフのドレミファソー。雷様とかはわかる？わからない。まあまあしょうがない、もしもシリーズとかドリフだよ。自分たちでもリアルタイムだよ。あ、そうだよね。あ、カラスモリテラさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、一発ユミさん、コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。はい、エアフイングケインさんも、はい、マツコデラックスです。はい、何言ってるんでしょう。ありがとうございます。3、2、1、最初はグー、じゃんけんパー。あ、グーだ。最初はグー、じゃんけんパー。あ、グーだ。あ、グーだ。いや、さ、こんなのやめてくれないかな。ギノガルフ、さあ、ギノガルフをお届けしています、はい。ではここで、グッドフィールドグループからのお知らせ、今日は僕がご紹介をいたします。今日はですね、ジグソーパズルのお店マスターピース沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。ジグソーパズルのお店マスターピースは、沖縄アウトレットモールアシビナー内にある県内唯一のジグソーパズルの専門店です。小さなお子様から挑戦できる10ピースから80ピースと少ないピース数で構成されたピクチュアパズルはもちろん、大人も夢中になれる風景やラッセンパズル、さらにディズニーやジブリ、
ワンピースといった人気アニメのパズルまで様々なパズルを取り扱っております。ただいま、当店の一押し商品としまして、7月21日金曜日から新作映画が公開される、ミニオンズのパズルキャンペーンを開催しています。お子様でも挑戦できる108ピースから、ミニオンズだらけの絵柄で1000ピースのパズルなど多くの商品を取り揃えています。また7月11日火曜日ということは今日ですね、今日から8月7日月曜日までの期間中、対象商品をご購入していただいたお客様へ素敵な購入特典をご用意しております。この機会にぜひジクソーパズルのお店マスターピースへお越しください。皆様のご来店心よりお待ちをしております。お問い合わせはジクソーパズルのお店マスターピース、電話 098-891-6060 番、098-891-6060 番です。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。ということで、今日はマスターピース、沖縄トレッドモールアシビナー店ということなんですけれども、アシビナーのですね、立体駐車場の方から中に入っていって、うん、右側に、2階建ての建物があるんですよ。エスカレーター登っていって、はいはいはい、はい、あ、ね、あれです、なんだっけ、ほら夏になるとお化け屋敷とかあるところだ、あの建物ですね、そこにあるんですけれども、ジクソーパズルが本当にいろんな種類が揃ってて、でご紹介もありましたけど、もう簡単なものが10ピースから80ピースで、大人でも楽しめる、まあ、1000ピースとかもっと、ピース数が多いものもありますのでね。で今一押しなのはミニオンズ、うん、ということで今映ってますけれども、はい、もう人気ですよね今ね。ね、はい、ですよね。7月21日から新作映画公開されるということで、このミニオンズのパズルキャンペーンも、行っているということです。で、今日から対象商品をご購入していただいたお客様は素敵な購入特典があるということで、まあ、この特典についてはぜひ行ってみてからのお楽しみということです。はい、プレゼントにもね、非常にいいと思います。そうですね。ね、そうですね。うん、お子様も喜びますし、大人もね、これ出来上がって飾るっていうところ、額も売ってますので、はいはいはい、なるほどなるほど。そうなんですよ。だからその部分も踏まえてぜひ一度、お好みのパズルが見つかるかもしれません。やっぱり好きなアニメとかさ、好きなキャラクターとか、そういうものもいろいろ種類がありますので、ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。今日はジグソーパズルのお店マスターピース沖縄アウトレットモールアシビナー店ご紹介しました。さあでは、メッセージいってみようかな、はい、募集してないんですけど来てますね。おー、ありがたいですね。ありがとうございます。ご紹介しましょう。ではラジオネーム沖縄大好きさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かなさんやさんゆうこちゃんこんばんは。こんばんは。ラジオネーム沖縄大好きです。暑い中お疲れ様です。今日沖縄雨降ってたらしいですね。僕がいた場所では雨降ってなかったです。で話変わって、最近風邪ひいていましたが徐々に回復をしています。3人ともお体に気をつけてください。では最後まで放送ちばりよ、いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、雨那覇はね、全然なかったですよね。あ、そうなんですね。降ってなかったですけど、ゆうこ、ん、はどこ、浦添にいた？浦添、まああんまりちょっと通り雨がパラッとあるかなぐらいでしたかね。うん、なんか結構中部北部はね、強めにね降ってたところもあったみたいですけど、僕最近もねずっとね、ここ1年ぐらい折りたたみ傘に変えてるんですよ、はい、全然雨が降ってもね、全然へっちゃらですね。そうか、バスだから、まあ、バスだからっていう理由でもないんですけど、車移動の人はもうめんどくさいから傘持たないんじゃない、そうですよね。でもなんかね、僕のその、ディレクターの同僚は、俺が折りたたみ傘持ってると、なんか女子っぽい、女子みたいみたいな感じでちょっと笑うんですよ、僕のこと。ああ、これけど沖縄だからでしょうね。だよね、でも本土では結構みんな折りたたみ傘ですよね。あ、そうなんですね、持ってないイメージがある、もう傘を沖縄は。あ、沖縄の人はね、そもそもね、持ってないイメージがある。なんで持たないのかね、沖縄。めんどくさいからですよ。あとはもう、バーって言ってもうカラッと晴れるからすぐ乾くという。ああ、なるほど、認識ですね、基本的に。すんごい濡れてる学生とかいるさ、もう街中いる、いるよね。こんなに降ったか、こんなに浴びたかっていう、傘あげようかなって思う学生結構いますよね。で、結構あれですよ、みんな傘持ってるけど本当に刺さないんですよ、高校生って。ああ、持ってるけど、最近も見ました、雨降ってて傘持ってるのに
なんか笑いながら友達と楽しそうに濡れながら濡れたらちょっと青春っぽくなるのかな、 なのかなでもね気持ち分かります。なんかあのテンションは上がりますね。なんかね、うーん、うん、あそっか、まあみんなでね、うん、沖縄あるあるなんでしょうね。あの県外の方は本当に小雨でも傘差すんですよ、うん、ああそうなんだ。わずかな、もう霧雨みたいな感じでも傘差しますよ。でも自分も差すかも。あ、そう。でも濡れるのあんま好きじゃなくて、まあ、女子はでもそうじゃないですか。あ、そういうものなのかな。でも学生女子のね、うん、高校女子高生も一応濡れてる子いっぱいいます、ね、今全然いますよ。だから心配になって、うん、傘あ上げようかなと思うけど知らない人が話しかけるとそれはそれで今の時代問題になるのかなとかいろんなことが思うので、うん、結果声かけないんですけど、はいはい、心配にはなりますね。水に差した花さん、いきなり強い風が吹くときってあるよね。あ、傘持っててね、うん、あだからその感覚なんでしょうね、うん、観光客の方とか沖縄に来て台風の時に、うん、傘さしてたりするじゃん。わかる。あれは違いますよね。あれはもう危険ですからね。刺さない方がいいですよ、あれは。特にあのパレット前のとこあるじゃないですか、うん、あそこって県庁にぶつかって、うん、風がこう巻いてきたりだとか、うん、でそのパレットに当たってとか、はいはいはい、ビル風になって何倍かになるらしいんですよ、はい、風の強さが。だからあのよくニュース映像とかで使われるでしょ、はいはい、人がこういつも使われますよね、とか、うん、あ本当にああいう感じになるので、一回さ、今ではないんだけど、あのラジオカーのレポーターやってた時に、はい、あそこからじゃあちょっと台風中継みたいなのやろうかな、外に出ようかなと思ったことがあるんです、はい、うん、今はもうラジオカー台風の時は出ちゃいけないんですけど、はい、昔は出て街の情報を伝えてたんですよ、ね、はいはい、でそこに泊まっていろいろボードにあのメモして、うん、よしじゃあちょっと降りますね、ドア開けた瞬間、うん、ドア持ってかれて、怖い、もう閉められないんですよ、風圧が強すぎて、はい、で気圧もあるんでしょうね、いろいろ書いてたボードがそのままふんわーっと通されて、危ないね、県庁の方にわーって飛んでってもう全力でそのドアを閉めるのに一生懸命で、やっと閉めたらずぶ濡れっていう、うん、あれからもう、あこれはあそこは特に危ないんだなと、うん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 、台風の時外出ちゃいけないんだなっていろいろ勉強になりましたね、はい、うん、怖っ。いや、本当危ないです。だから、うん、あの海の近くに行ったりだとか、本当にしちゃいけないなって学びましたけどね。うん、海入ってる時にあの雨降ったらテンション上がる人ですか？まあ、子供はみんななんかすごい上がるんですよ。なんか海入ってる時に、うんうんうん、なんかプールとか入ってる時に。ああどうせ雨だから。うん、なんかうんすごい上がってるんですけど。うんうん、まあちょっと上がるかも。ちょっと上がる。めっちゃ雨だとはなりませんよ、うん、まあ雨だはぁぐらいはぁぐらい、うん、だから大人なってあんまねちゃんとやっぱ濡れたことがない、うんうんうん、そもそも海に入らないですからね、うん、自分も入らないんだよな、うん、ね、基本的に海は眺めるものか、うん、海んちが仕事する場所ですから、うん、本当に海に行かないからそのぐらいの感じですからね、うん、あもう入らないんですね。入らないですね、うん、行かないですよね。え、岩さんは海に入りますか？ね、子供、ちっちゃい子がいるんで、そうかそうか、うん、もう夏はもっぱら海ですね、うん、海かプール、まあでもそういうのが健康的かな、うん、だって海ってあのなんていうの、日を遮るものがないじゃないですか、例えば建物だったり、うん、なんか街中とかだったらビルの陰に隠れてこう歩けたりするんですけど、うん、もうビーチって、うん、もうウェルカム太陽じゃないですか、うん、どうしようもないもんね。もうそれ以下自分無理なんですよ、うん、もう暑すぎるし日焼けしたくないし、うん、だから全然海に行かない。行かなくなるよね。全く行かないですもん。わかる、暑いもん、うん、本当そうです、そう暑いもん暑いよな、車の中に行った方がいいってなっちゃう、な本当に、うん、いやでもシュノーケリングとかしてちょっとねサンゴとか見つけたりとかなんかあそんな、いいんじゃないですか。そんなことするの。そうそうそう、で魚肉ソーセージやって魚が集まってきてみたいな。すごい。もう全然その近くの海でできますからね。あのね20代の頃かな、うん、石垣島の、はい、一番綺麗なとこなんだっけ、カビラ湾。カビラ湾、はいはい、そうそう、 あの辺りで実は海に入ったことがあるんですけど、はいはい、だから上に浮いてるのはシュノーケリング、はい、あそうですそうです、潜るやつがダイビング、ダイビング、はい、シュノーケリングをしたことある。そっからの話なんだから、海行かないから全然わかんない、はいはい、シュノーケリングした時はすごかったですね、うん、あそこの綺麗さは、
すごい。半端なかった。ずっといて、あ、ね、潜ってられるんですよ、僕。シュノーケルに。まあ、ずっとはいいかな。あ、そうなんだ。ずっとはいいかな。しばらくはいられました、ね。まあまあ。あ、浅いところでももう本当に魚がたくさん来てて。はい。シュノーケリングがな、自分。なんか、怖くないですか？でも、泳いだら、なんだっけ、泳ぎはするの？平泳ぎは、マジで永遠に。永遠に泳げない、ね、うん。マジで。ね、永遠はないけど、ね、何回も言うけど、はい。なんか、口から出てるじゃないですか、筒が。うん、あれが、なんか、海面の上にピョンって出て、うん、なんか口呼吸になってるんですよね、うん、でこれじゃあ下手してなんか波がブワーってきたら、うん、この筒を筒の上が波に覆いかぶさったら、うん、水吸うじゃないですか、うんうん、でもなんか死んじゃいません大丈夫ですか？あ、それをだからまあちょっと気をつけて練習っていうかね、普段からまあつけたままも別にあのやらなくていいや大丈夫大丈夫やらなくていい。傘もささんでいった。カラスモリティアラさん、折りたたみ傘毎日持ち歩いてます、うん。あ、やっぱりそうなんですね。うん、東京でね。あ、そうかそうか。はい、なるほど、お仕事もされてる、新橋ですよ、カラスモリ。はい。水に差した花さん、買ってからまだ一月も経っていない時に突然強い風が吹いて傘が曲がってイラってきました。まあね、そういうこともねあるでしょうね。あるねこれ、うん。はい、ありがとうございます。うん。では、はい、ここで1曲いきましょう、はい、今日はじゃあゆうこリクエストで、はい、はい、今日はこの曲です、桑田佳祐さんで波乗りジョニー。いいね。高校の時の文化祭で、うん、男子、うん、男演技があって自分ダンスリーダーだったんですよ、うん、で男子の曲だったんですよ、うん、それで振り付けして自分が全部、おうん、懐かしい。あ、沖縄大好きさん、こちらこそありがとうございます。メッセージご紹介させていただきました。本当になんでこんないっぱい名曲作れるんだろうね、桑田佳祐さん。すごいよな。先週の、そういえば患者も見た？ミスチル言おうと思ったから、俺さ、見逃したわ。あ、そうなんだ。自分言おうと思ったんです。何人にも言われた。マネージャーさんに教えてほしかった。言おうと思って、加藤さんに言ってくださいって言おうと思ったけど、いや、さすがに分かるだろうと思って、いいやと思って。そうだ、俺気づいたの1時半だった。マジっすか。ウィンブルドン見ながら、ツイッター見てたら、いや、カンジャムのミスチルが良くてって、うん、今日だった。そうそうそう、いやー、お願いすればよかった、やっぱりガッツリ見たよ。いや、どっかで動画が上がることを期待して。しかも、情熱大陸を稲川淳二だったからどうしようかなと思ってちょうど同じ時間帯だからちょっとどうしようって、まあ情熱大陸だったら録画してみたいな感じで、うん、あー、カラスモリテラさん、勝手にミスチル論これ、ね、ほんと言えばよかったな、まあ、見ながらああだこうだ言いたかったですね、うん、いやー、あー、すごいいろんな視点からのミスチル論面白かったですけどね、うん、いやー、あのさ、ミスチルって言えばこの間、今全国ツアーやってんだけど、はい、大阪でツアーやった時に、うん、同じ大阪でスピッツもライブやってたらしいわけ、はい、だからその日だけ特別にミスチルがロビンソン歌って、すごい、スピッツがトモローネバーノーズ歌ったの、それぞれの会場で、すごいね、ロビンソン大好き、最高だよね、こんなね、ロビンソン、ずるいなと思って、どっちにもいないですよね、うん、どの会場にいたらいいんだろう、めっちゃいいなと思って、すごい、絶対泣くよ特別にあれ開けていいですよ、いっちゃんさん、いっちゃんさん、あそこ開けていい、あそこ開けていいですよ開けていいですよ、いや、いつも撮ってくれるんで、ね、はい、今なら、今なら20秒ぐらいで、はい、お願いしますはい、ありがとうございます、ありがとうございます。さっきのそのミスチルとスピッツの話でいくと、うん、まだ沖縄で三河健一郎さんと三河健一さんが同じ日にコンサートやってた。ああ、そうね、そうね、あれでいくと、じゃあ本物今期の三河さんがうん、カニ座の男を歌って、うん、そうそう、手みたいな感じ、手みたいな感じじゃない、うん、お互いリスペクトしてみたいな、ちょ全部行こうね、はい、うん、これこんなっていいんですか。そうだね、あっ、おっ、私はなんとかを全力で応援みたいな、ちょっと後派で行こうぜ、後派で、あと1分くらい、あと1分くらい、 OK、 はぁ、懐かしいな、20秒前から相手しますね、うん、こんなふうなんですよ、いいね、
簡単にしようって。じゃじゃーな、あー、大事。ドトーン、ドトーン。1、2、3、繰り返し。あー、いう子は何でもできるな、本当に。ペアになって、回る。はい。1、2、3。はい。2歩下がって飛ぶよ、で。教え方がまたお前。ゆう子は何でもできるな、本当にな。うん。できないのはシノーケルだけだな。何だけ？シノーケルだけ。できないの。頑張ろう、じゃあ頑張る。あと森進一だけだな。そうだね。できてるつもりだけどな。うん、できてない。じゃあ曲送りお願いします。はい。はい、桑田佳祐で波乗りジョニーでした。ギノワルフ応援団。健康声系も。今週末には決勝戦です、はい、準決勝決勝とベスト4が出揃っております。おっす、高まる野球熱に乗っかり我々3人も硬派な応援団員になって全力で応援をしていこうというコーナーです。おっす、ただし何を応援するかは本人の自由ということでね。おっす、これはもう野球と離れるっていうことですね。高校野球は特に関係ありません。おっす、ただただ誰か応援したいという、はい、おっす企画です。全力で何かを応援してまいります。はい、では、はい、もう早速行きたいと思うんですが、うん、3曲用意してまして、はいはい、狙い撃ち、うんうんうん、これも聞きますよね、よくね、はい、うん、てててたた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 ですね、はい、あとはダッシュ KO、うん、これは、うん、たた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 たですね、たたたたたがダッシュ KO で、コンバットマッチ、うん、タッタタタララナタッタタタタララナですね。このなんか好きな曲を使って応援をしようと、うん、はい、応援は何でもいい、応援は何でもいい、で順番決めて、はい、それぞれ応援していくと。おっす、ね、おっす、ではおっす、早速応援をしていこう。おっす、ではまず大事な大事なじゃんけんからしようじゃないか。じゃんけんですか。はい、必ず出すときには何を出したか言うんですよ。おっす、おっす、いくぞ。はい、最初はグー、じゃんけん、チョキ。お、負けた。最初はグー、じゃんけん、パー。あいこでパー。パーパーパー。パーパーグー。お、じゃあ、はい、皆さん、何番目。おっす。私、2番目行かせてもらいます。オッケー。じゃあ、俺は、3番目で行く。弱みんな弱気。俺は、1番目行かせていただきます。ますでは、じゃあ、ゆうこ。はい。まず、何を応援するか、はい、発表してください。おっす、私は扇風機を全力で応援させていただきます。おいですね、なるほど。じゃあ曲は何でいきますか。ダッシュケイコ、あ、ダッシュケイオーです、ね、これケイダッシュケイコになってるな。ここが間違ってます。ケイコ応援、まあ頑張ってほしいですけど、K-O、ダッシュケイオーです。なるほど、ケイオーです、はい、ではいきましょう。ダッシュ KO、2番ですね。お願いします。風を送れ風を送れ風を送れよ。24時間フルカード、羽を回し首を回し勝手よくれ。今日も頑張れ扇風機、クーラーに負けるな。おう、わありがとうございます。いやー、す応援できてるじゃないか。はい、まあオイランちゃん、オイランちゃん、オイラン、これ硬派じゃないからな、オイランオイランの意見。私の家には、うん、クーラーがありませんので毎日扇風機で過ごしているんですね。なるほど。で夜はもう約8時間ずっとフル稼働、うんうん、で休みの日に家にいると、うん、もうある意味24時間フル稼働しているようなものなので、はい、まあちょっとかわいそうと思っちゃうんですよ、私も。モーターがね、そう、もう熱いの触ったら、うん、でも止めたら私が熱いの、うん、だから、うん、もう扇風機頑張ってもらおうと応援させていただきました、うん、よし、いいじゃないか、いい応援だった、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、いや、おっす、何を応援するんだ。私は、うん、オープニングでも話しました、小一なる息子、小一の息子ですね、これが
なかなかすんごい汗っかきなんですけど、はい、なかなか水を飲まないのでそこを応援していきたいと思います。曲はどうするんだ。狙い撃ちで OK お願いします。はい、では1番でいきましょう。飲めよ飲めよ飲め飲めよの飲めよ飲め飲めよ水分少ない水飲めよ飲めよ飲めよ飲め飲めよ水分少ないから便秘する水飲めよ息子うんちは大事おいや、なるほど。すいません、ちょっとずれちゃいましたが。これは難しいな。難しいっす、ね。そんなに水飲まないのか。水飲まないんです。だから便秘するんです。あらまー。だろうな。もっと水分、ちっちゃい子はいっぱい水分取った方がいいと思います。おっす。ただ、ツイキャス、拍手を。はい。いろいろ。あ、ありがとうございます。はい。おっす。じゃあ、お俺も、お行こうじゃないか。まだ団長。じゃあ団長はね、おっす。ある僕の好きなアーティストに向けて応援をしたいと思います。はい、じゃあ曲は狙い撃ちで、狙い撃ち、はい、もうボリュームマックスから入ってください。では行きましょう。はい、いや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 いいろんなものと今戦ってるんで、はい、そうですね、はい、その気持ちを込めて歌わせていただきました。いい応援だったと思います。前半結構応援でした。前半前半応援あれ前半はいや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 、まあ、言ったらそういう歌い方なんでしょうね、アンケさんがね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ続いてもう一周行きますか。もう一周行けますか。あ、行きましょうか、行きましょうか。僕は不安ですね。はい、大丈夫かな。大丈夫だと思います。ちょ、これ行ける、ここまで行きましょう。おー、行こう、行きましょう。これじゃあちょっと行ける人から行ってもらう形でいいか。はい、誰から行くか。じゃあ、押す、じゃあ押す、僕から行きます。押す、僕じゃあ、じゃあ僕はですね、うん、まあ1年半ぐらい前の自分なんですけど、はい、うんうん、まあこの技能ガルフでも何回かエピソードで喋ったんですけど、うん、この歯に関わる、なるほど、はい、あの時ちょっとめげてたんで、うん、の自分に向けて応援歌を捧げたいと思います。なるほど。はい、曲は狙い撃ちで、音量バスマックスでお願いします。音量バックスで、音量マックスで。はい、走れ走れ走走れ、後ろを気にせず走走れ、走れ走れ走走れ、後ろの娘は気にするな。走り抜け優作、前歯がかけるぞ。はい、あの時走り抜かなかったから ね転んで前歯打ってかけてしまったっていう、自分に向けての応援歌でした。なるほど、うん、でしたでした、はい、でした。じゃあ行こうかな、うん、まあじゃあ私はもう、まあ、自分に向けてなんですけど、うん、約5ヶ月前の、はい、2月の自分に向けて2月応援歌作ったので聞いてください。曲は伊波さんと同じく狙い撃ちでいきたいと思います。はい、押す、押す。息を吸って深呼吸、緊張を隠して笑顔を作る、大丈夫大丈夫と唱えまくる、お前が渡さなきゃ誰が渡す。カンナさん、ミハさん、バレンタインのチョコです、どうぞ。はい、これはですね、ドキドキ、はい、ドキドキ、私が、今年の2月14日のバレンタインの日にお二人に手作りのチョコってね、うん、渡したんですけども、うん、ね、あの時言ったように超緊張してたんですよ、はいはい、もう緊張しすぎて手震えるぐらい、うん、もう集中できなくて、もう自分でもびっくりしました。あ、こんな緊張するんだ、男性の方にチョコレートをあげるのってと思ってたので、うんうん、
なんかね、今日久しぶりにその気持ちを思い出したので、ちょっとこの応援歌歌ってみました。おす、素晴らしいと思います。おす、よし、なるほど、はい、じゃあかなさん、おお、やってみますか。はい、ぜひ。ちょっと一回確認していいかな。おす、コンバットマーチを一回聞かせてもらえ、他の曲も聞きたいから。おす、コンバットマーチ一回どういうものだったか聞いていいか。あー、これね、ちょっと確認を。うん、ねねー、これもよく聞くな。ね、最後まで聞かせてくれ。はい、うん、待ってますよ。はいはい、てててててててまとわせてててててて倒せよ。なるほど、オッケー、わかった。よし、じゃあ行こうか、やってみようじゃないか。相当急だが、やってみよう。はい、これは今の自分に対して、はい、行ってみよう。コンバットマーチで。あい、あい、あい、かんな、かんな、あい、あい、マグロと納豆食べて、チーズと豆食べろ、体脂肪減らせ、糖質カットだ、おう。素晴らしいっす。すごい。おっ、今、はい、実は久しぶりに体重が55キロ台になってます。え、あ、もう始めてて、今、あ、ダイエット始めて、ダイエットしてて、お、久しぶりに 55.8 キロになってます。はい、すごい。ちょっとずつ体を絞っていこうと思ってまして、はい、はい、あの、今月40になるので。あ、そうなんだね。はい、もう今後に向けて。なるほど、はい、だからうちではチーズと豆と、納豆とマグロばっかり食べてます。へー、いや、いいですね、はい、体にいいものですよ、ね、徐々に甘いものを減らしていくというね。すごいな。おっ、おっ、なんとかなったな。おっ、なんとかなったな。いい応援でした。おっ、いい応援でした。これは高校野球には全くつながってなかったが、おっ、またいつかやってみような、ま、はい、お、以上、ギノガルフ応援団でした。おっ、おっ、結構、すげー、なんか夏は過ごすだけで痩せるからと思って自分に甘くなっちゃうな、うん、ダメだな。いや、で、はい、相性がでも17ぐらいだから、はい、15ぐらいにしたいから。男性はそれぐらい普通なんですか？いやいやいや、痩せてるよ。体脂肪って20ぐらい、20ぐらい、20が平均ぐらいでしょ。で、今17とかだから15まではなんとか。すげえ。いや、乗りたくない、うん、もう10とか切ったら病気ないの？いやいや、10は切る、無理無理。マッチョ、もうアスリートやん。埼玉のエリケーションさん、絞る必要ないやんけ。いや、そうでもないんです、いろいろね、あるんですよ。見た感じ、カラスモリティアラさん、あるんですよ、それがね。痩せる必要ありますかと。ジェットインコアジさん、飲めよ飲めよ飲め飲めよ、頭から離れません。身長、165です。5秒前です。はい、身長もっと欲しかった。165の50。なんだ、俺身長1センチ伸びてたの。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 。ギノガルフ、ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。いやー、ということで、うん、さっきね、応援しましたけれども、結構皆さん反応がありまして、はい、ジェットインコアジさん、飲めよ飲めよ飲め飲めよが頭から離れません。はい、ナイスエール、息子さんに届けばいいですね。ありがとうございます。ね、はい、
やっぱ絞っていかないと怖いんですよね。埼玉の NK 春さん、チャーハン食いながら見てる私は一体、いいんです、それが幸せならそれでいいです。はい、カラスモリティアラさん、発泡酒飲んでる手が止まりました。どういうこと？いやだから絞らないといけない、自分は発泡酒飲んでてってことじゃないですか。なるほどね、発泡酒ならいいんじゃないですか、水に刺した花さん、そうそう、僕165なんですよ。あ、はい、あと誰と同じぐらいかな、坂井正明さんと同じぐらいですね、町明さんと同じぐらいです、ね、僕1センチ伸びたんですよ、さっきも言ったんですけど、うん、この大人になってっていう、うん、僕もともと 160.5 ぐらいだったんですけど、うん、先週かな、ちょっと検査で病院行って、うんうん、161センチ1センチ伸びました、0.5 センチじゃなくて1センチ伸びてた、1センチ161点いくつかの、おー、なるほど、はい、ゆう子何センチあるの身長、自分160かな、ぴったりぐらいかな、おー、なるほど、はい、あーぐらいですね、はい、もうちょっと欲しかったんですけどね。いやそれはある人のまたほら俺だって170欲しかったさ。あ、やっぱ男性って平均どれくらいなの、沖縄だと170ないぐらいじゃない、うん、ぐらいですよね、まあ、県外だと170超えるはずだけど、うんうん、いや170は欲しかったね。でも一時期からあ、ちっちゃい方がコミカルに動けるなと思って、うん、あ、そうですね、すごいポジティブ、面白さはこっちの方が出るなと思って、まあまあ、ね、もういっか、全然僕161でも全然そんな気ないですね、全然、はい、多分中井くんも同じぐらいだと思う、165ぐらいだと思うので、はいはいはい、もう全然いいかなと思ってます、はい、なんか楽しめればいいかなというふうに変わってきましたね考え方が名言、はい、さあ、はい、エンディングです、告知いきましょう、はい、ゆこ、はい、7月15日土曜日、今毎週土曜日ショールームの、配信してるんですけども、今週もあります。15日の土曜日は、17時からの放送になります。ちょっといつもより1時間遅れて放送になるので気をつけてください。で、公開生配信もやっていますので、国際通りにある D 国際プラスにぜひ遊びに来てください、お願いします。そして次の日7月16日日曜日ですね、沖縄ロコドルサミットのイベントに出演させていただきます。会場が那覇のアウトプットで、会場が10時半、開演が11時となっております。前売りチケット2500円です。 OBP の他に、ピラノパウルさんやリュウキュアデルさんも一緒に出ますので、ぜひ見に来てください。で、まあ、この日にね、ちょっとね、みんなが知ってるあの曲をカバーした曲があって、初出しになるかなって感じなので、お楽しみに、はい、ぜひ来てください、お願いします。いいですね、じゃあ今練習中なんですね、はい、そうですね、なるほど、はい、僕からは特にないんですけれども、うん、以前この時間の番組放送してました川光愛さんが、はい、今度舞台があるそうで、うん、我が町の小劇場で7月という、舞台があります、お昼1時、夜は8時ということで1日2回公演ありますんでね、うん、ぜひよかったらそちらにも足を運んでみてください。で、来週のユノガルフなんですけれども、ゲストにね、はい、山内ゆり子さんをちょっとお迎えして、山ゆりさんですね、 QAB ニュースで呼んでますけれども、ちょっとね、いろいろ、まあ、アナウンスの部分だったりいろいろお話聞きたいなと思っております、はい、来週もお楽しみにというところでお時間です。お相手は神田邦弘と伊原優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆうこでした。また来週火曜夜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。さよなら。はい、ありがとうございました。じゃあツイキャスか、ツイキャスの皆さんも、はい、お付き合いどうもありがとうございました。はい、ユースの皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、また来週、坂本さんありがとう、見てくれて、東京、あ、そうね、もう毎週、ね、ありがとう、皆さんどうもありがとうございました。はい、よいしょ、保存、どん、はい、ありがとうございました。あ、そうか、そのままこっちか、続きか、はい、そうだよね。